にいい勝負ができるとは思ってなかったので、ファイナルのデュースまで行って自分でもびっくりしています。最初どうやって戦おうとしたの？とりあえず粘っていってチャンスを待って、できるだけ1点でも多く点数を取ろうと思いました。1ゲーム取った後どうしたの？1ゲーム取った後どんな感じだったの？取っちゃったみたいな。
やられたなって思ったな。佐藤さん、オリンピックを出られる前にテーマにして一番目の選手なんですけど、この辺がすごかったな。サーブが全部ライトのところに入ってきて、命中力がすごいなと思いました。ちなみに先生、今日は感想と点数は何点ですか？はい、今日は昨日のマイナス10点を上乗せして195点ちょうどいいだと思います、はい、すごいやっぱり集中力と相手の観察力とで落ち着き払ったあの配慮と持ってるなって。上田コーチどうですか？はい、まあ、専門的に言うといつもまあ男子とやってるんで、佐藤選手は男子ティックなプレースタイルなんですごいマッチしたというのもあったと思います。セットアップ、はい、まあ、昨日の状態をそのまま今日は出してくれましたし、あと言っても今年勝ったんですけど、はい、ビール飲みます普通ね、先生とかコーチも一緒にするんだけど、山内がしっかりしてるから、なるべく最初からしてる。普通は一緒ですけどね、本当はね、本当はいてもらうね。あと、いいですか？多分皆さん見てて、ファイナルの18ホールぐらいですごいラリーになったと思うんでね。でまあ、あれがちょっと差かなっていう実力のね、あれはどう思ったけど、ラリーしながらこうなんかなんか考えてた、ラリーしながら考えてるか、負けた後もうこの1点は大きいなとかっていう、まあ、そういうどうする気持ちは。いや、その疲れ、そのラリーでだんだん疲れてきて、もうちょっとスピードを上げるといいんですけど。そうだね、スマッシュ打ってたのかな、最後の5ラリーぐらいはみんなドロップだもんな。あと佐藤選手は、まあ、海外でも日本の選手でも有名で、中国の選手とかにも全然力負けしない、それがもう一つ力負けしないんだけど、今日見てても佐藤選手とスピード負けも力負けもしてないんでね、ちょっと未熟さはあるかもしれないです。それすごいと思うよ。私の感想でしたね。
当にいいですか。じゃあ、次はまた来てね。また頑張ってきてね。いい言うことある？みんな、まあ、最後に言うことある？ちょっと注目しとけよとか言っといたらいいよ。福井の田舎まで来てくださいとかさ、機会があったら山走ってますから見に来てくださいとかさ、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。頑張ってね。どうもありがとうございました。